韓国大統領府は北朝鮮が発射したのは SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの可能性があるとの見方を示しました韓国軍合同参謀本部によりますと発射は北朝鮮のウォンサン北東の海上からで飛行距離はおよそ450キロ高度はおよそ910キロに達したということです韓国軍が関連する動向の監視を続けています